こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。ジーソミア破棄を決定し執行まで1ヶ月を切りましたが、この度中国に軍事協定を求めてすり寄っています。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。国防部が2012年に中止した中国との最難救護協定を7年ぶりに再び締結することにした。軍事力が投入される最難救護は軍事支援協力の初期段階だ。特に日本との軍事情報包括保護協定 GSOMIA を終了することを決定した時点で、中国と軍事協力関連協定を新たに締結しようとすることは、日韓中三国安全保障協力に大きな負担要因として作用する見通しだ。朴智民国防部次官とシャオビアンミン中国連合参謀部副参謀長は21日北京で国防戦略対話を行った。サード問題で対立が起こった2014年以来5年ぶりだ。国防部は会談報道資料で、中国と災害救護協定の締結を進めることにしたと明らかにした。先立って中韓国防当局は2012年7月の軍需会議を開き、災難救護交流協力了解覚書 MOU を結ぼうとした。 MOU は国家災難状況による救護協力と復旧訓練などの内容を含んでいる。両者はMOU 締結の日付まで告知したが、日本とのジーソミアを政府が手抜き処理しようとしたが、反対世論が強まり中断した直後だったため、中国との軍事協力も流れ玉で実現しなかった。その影響で2001年に始まった中韓の軍事協力会議は2013年以降開かれていない。したがって国防部の発表は、7年前 MOU も無賛した軍当局間の災難救助協力の推移を協定で1段階引き上げるという意味だ。長期的に軍事支援協定 MLSA に発展する可能性もある。イ・ミョンバク政府当時、アラブ首長国連邦 UAE と秘密裏に締結した事実が明らかになって議論を起こした事案だ。 GSOMIA と MLSA は国家間の軍事協力を象徴する二大軸で、日本とは軍需協定を考えることすらできない状態だ。特に民間レベルの協定も含む災害救護に国防部が積極的に乗り出したのは、日本に代わって中国と軍事協力を強化するという意味だ。昨年3月に新設された中国応急管理部は、韓国の行政安全部とすでに災害救助協力レベルを高めている。今年12月には日韓中三国が災難救護会議も開く予定だ。こうした状況で国防部が介入すると、中国側は、我々は災害救援を担当する省庁があると疑問に思っているという。外交筋は国防次官が来て、なぜ災難救護協定を結ぼうとしているのか全くわからないと語った。韓国政府部同士でも意見調整がうまくいかなかったという話だ。サード配備後に悪化した中韓関係を挽回するために、中国との軍事協力に力を入れようとしたが、中国に裏切られるかもしれないと憂慮されている。このような議論が起こり、国防部は2時間後に再度報道資料を通して、災難救護協定締結の推進をより低い災難救護協力推進に修正した。それでは韓国国民の反応です。反米、反日、親中、握った政権だから驚きもしない。朝鮮戦争時の北朝鮮と中国からの謝罪は必要ないのに、日本だけが罪人で謝罪をしなきゃいけないんですか。ああ、これは思っていたよりも深刻。おかしいんじゃない。共産主義の中国と一緒に行くっていうこと。
朝鮮戦争の時に中国が何したか覚えてないの？親中、親北することしか知らない無能な政府。じわじわと共産化が進行中ですから。反米、反日してると思ったら、結局、共産党と手を組むんだね。大韓民国の共産化はもうすぐかな。どうでしたか？どうやら共産化は目の前ですね。経済危機を迎えているので、ちょうどいいのではないでしょうか？もう資本主義国家とは関わらないでほしいですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。